アリフェスレディラストエディットはい大土アリフェスレディをラストエディットでございます信用でございますよろしくお願いいたします 今回もですね、えー、先週に引き続き <laughs>、昭和の未解決事件、3億円事件の闇、後編ということでお届けしたいと思います。大変恐縮なんでございますが、私ですね、もう前編後編2本、さらにもう1回分、3回分喋っておりまして、もう喉がガラガラでございます。<laughs> もう声が出らんような感じになってますよ。でも大変恐縮なんでございますが、話し途中からで分かんないという人はですね、あの、前編の方からあの聞き直していただければなと思います。あの、これね、前編の振り返りましょうとか、ちょっとこう振り返ってみましょうなんてやっちゃうと、一応ですね、毎回あの、あの、オーバーしちゃって申し訳ないんですけど、一応10分一口ラジオっていう設定になってます。毎回オーバーしちゃうんですけどね。それ足らなくなっちゃうんで、ほんとすいません。途中からやっちゃいますんで、あの、前編の方ぜひね、 聞いていただければあの視聴回数も伸びますからでチャンネル登録よろしくということでよろしくお願いいたしますはいじゃあ続き行ってまいりましょうだ例えばあの分かりやすく言うとですよあの、うん、関係すれば複数犯ですからねあのいいよあのお前の将来を怪我したくないから俺一人でやるから黙ってろよただ黙っててくれ知らないふりしててくれって言ったってそれはもう 複数犯です知っちゃいますから分かりましたよなんか俺できることあったら言ってくださいよみたいな何でも協力しますからって言った時点でもう共犯ですからねた <laughs> だで知ってる人がいるっていうことはそういうことですあの絶対に一人でなんて無理ですあのと僕の見解なんですけどこのですね鬼の平塚八兵衛さんはですね単独判説に誇示するわけなんですよこれなんで単独犯みたいな。 あ、あともう一つ、これ最初に言っとかなきゃいけないんですけど、さっき言ったその三つのカテゴリーに分けられるといった、そのね、藤君事件、丸一丸二丸三言いましたけど、これは全部ドイツ犯がやってるということは明らかになっております。例えば一番の玉農協の脅迫状カテゴリー。ね、これに使われてたのは近代映画っていう雑誌と電波科学っていう二冊の雑誌の切り張りで制作されていたと。 たら、ね、ば、あのー、当日に、あのーね、あのなんだ現金輸送車の下に潜って爆発だって言った発煙筒を燃やすんですけどその発煙筒に「まあ、そのペンキンた歌がなんかで巻きつけてたんでしょうねその記事が残っていて、まあ、それがその近代映画と「あの電波科学」いずれかどっちかの記事であったというその一致して完全一致してるというのがもう、あのー、出てますのでこれは間違いなく同一犯であるというのはもう分かりきってるんですけど。 どうしたって違和感あるでしょうと、その、<laughs> ねえ、どういう見解なのと、その単独犯。その理由がね、ちょっと読みますよ。シートを引きずったまま、偽白バイで犯行に及ぶなど、複数犯であれば考えにくいミスを犯している。ハテナですよね。共 <laughs> 謀者がいれば、実施されていたであろう、逃亡の成功を左右しかねない対抗者を排除する措置が現場、 周辺で行われていないはてなですよね <laughs> 手に入れた大金の配分をめぐる争いが行われた形跡がないはてなですよね <laughs> もう無理やりねこじつけなんでしょなんか違和感があるというかわざとみたいなそんな鬼の刑事がそんなもんねこう何とでもできるじゃないですかこ,こんなただねこう,こう確かにねこの事件の全てっていうのは ここ,ここだと思うんですよ。手に入れた大金の配分をめぐる動きが一切ないんですよね。まあ出てないということです。これがこの事件の怖いところで。まあ使っちゃえばもうバレると思ってんでしょうね。だから500円紙幣ですね。当時の500円札が100万円分しか、まあその紙幣の番号を押さえてなかったですね。で、警察はそれを発表してますけれども、犯人がそれをニュースで知ったら、 いや待てよと本当は抑えてんだろうと1万円札も1,000円札もって。で使わ,せよ使わせてその出所で抑えられたらまずいっつってとっても不安で使えないでしょ。ね <laughs> だからほんまな、あ、んとか他の方法でその海外とかで換金するとかしない限りはやっぱりそのバレるとお金はだからこれは巡る争いというよりも使ってないんですよ金。 だからお金を使うために行った事件ではないんじゃないかなと僕は、ね、今でも思っているんですけど、まあ、登場人物の、ね、ほとんどがもう単独犯っていうレールの中でもう完璧に白にされている状態だと僕は思うんですよね。だって少年 S、ねまあ、有名ですよねつながったそのさっき言った脅迫状の切手の唾液から検出された血液型が B 型だ,だと。 ね、なんですけどこの少年 S は A 型だと。で玉農居脅迫事件があった時彼はまだ少年鑑別所に収益中だと。ねそれで彼じゃないって変でしょだって単独犯じゃないですもん。<laughs> 複数犯だって言ってるんですよでさっきも言いましたけど知ったら共犯者です。ね、で、まあ、自宅から現金が一切出て,出てこないとか、ね、あの前日の夜飲んでたらしいぞとか。 そういう情報があるとか、それで次の日、あんなのは無理だろうみたいな。だから、誰も彼がやったって言ってないじゃないですか。<laughs> みたいなこともあったりですね。これで白みたいな。<laughs> でも、別の少年 Z とかもいるんですよ。で、あのゲイのね、二十六歳の人とか、なんか少年 S と交際中だった青年とかですね。同じような理由で白なんですよ。まあ、単独犯というレールの上に流されれば、まるでストーリーにならないっていうね。 じゃあ言いますよあのの白バイどこででカスタムすするのっていう話ですよね、まあ、もし少年 S が、あのー、その犯人だったとしたら家で何も証拠出ないんでしょじゃあどこでやるのって話ですよね。ねそうなるとどっかでやるっていうことは自分自身じゃなかったら誰か知られてますよた、ね、だから複数犯なんですよもし少年 S だとしたら。もしバッグに誰かいるにしても多分少年 S は知ってます。あのー ね、そういうだって白バイをさかすあの偽装するなんて誰見ても不自然でしょ知られずにやれないということですよだからそれやっぱり何らか,か関わってたっていうことを多分ですけどその少年 S の、あのー、ご両親っていうのは知ってたんじゃないかと僕は思うんですねそうじゃなければあんなことになりません生産カリだなんて。 はい、なんで親っていうのはねやっぱりどんな不良であるな何でありあの子供っていうのを見てるもんですよ。なので僕は多分ですけどこの少年椅子っていうのはあの必ずそのストーリーにはあの参加してるんじゃないかと思います。まあ、知られずにね一人でなんで絶対できないと思いますよ俺はあの。事件の2週間前、ね、朝8時頃ですか。 これねまだ2週間前になると、まだ塗装前なんですよね、そのバイクが。だまだ青いバイクの状態でヤマハスポーツ 350R1 が、府中市主導で走行しているのを見,見かけられております、目撃されておりますと。で10日前、12月1日には深夜に京浜線高畑不動駅付近で一方通行の向きに逆向きに停止してある青いバイクが目撃されております。それもヤマハスポーツ 350R1 とで でまあ、これは両方ともその現金強奪に使用された偽造白バイであるということが確認されております。それは何でかというとさっきねあのさっきというか画像出てたらみんな見てたと思いますけどナンバーが分かりやすいんです。いい肉っていうね <laughs> 1129これ有名なコードネームでございます。あの3億円事件っていうと「いい肉」っていうねあのナンバーなんですね。なんでまあ分,分かっちゃったんでしょうね。 で、またですね、事件前日、夜の21時には、府中の交差点を本物より座席の立つ高い、ね、本物より座席の高い違和感のある白バイが走行されているのを目撃されておりますと。これさっき言いましたよね。あの、ちょっと使ってるバイクが違うんでね、あの、日本の白バイの人が乗ってるのと違うバイクなんで違和感があると。座席が高いということを目撃されていると。これ豆情報なんですが、最初に売った 青い状態のバイクに乗ってる時は若い男性っていう風に言われております目撃されております。でこの前日のこの違和感のある白バイの時は証言されておりません。ということは多分もうその前,あの前編でも語りましたけどあの事件前に目撃された白バイ隊員は中肉中性30代という風に言われておりますからこれはどういった。 ねことを示すのか。まあ、バカでも分かんじゃないかなと、僕は思うんですけど、こういう言い方したらまたあれだでしょうか。<laughs> まあ、これをちょっとですね、ご整理しますとですね、このストーリーの主役誰っていうことなんですよね。まあ、プロデューサー的な人がいるとすれば、一体ですね、この登場人物をどのシーンに使って、どのシーンに登場させて、どのシーンを使わないみたいな、 こう状況ななんじゃないかとでこうベールに包まれてるわけなんですねこう主役というの主演がはっきりしない。で有名な「少年 S を」を、まあ、結果プロデューサーを主演俳優として抜擢して実際にはそのストーリーには使用しなかったんではないかという分かりやすく言うとですよただしその制作発表にはおりますので抜擢されて当然 そういうことが行われるということは知っとるわけなんですよね。だから警察はすぐさまその少年 S に疑いを向けるわけです。主演で発表されてますから。<laughs> 追跡しますが。結果5日後自殺という。これは間違いなくね、僕はですよ、複数犯。も少なからず協力者はいたとは必ず思います。単独は絶対にあり得ないと僕は思いますね。まあ少年 S の あのね出演シーンが不明だっていうのがこの事件のもう全ての盲点なんですよ。これが分かれば多分もっとあのー、光は見えたんじゃないかなと思うんですけどいかんせん単独判説にレールに行っちゃったっていうのとその少年 S 主演俳優抜擢された主演俳優がもう5日後にはもういないこのようにねっていうのがやっぱり全てのあの何、ー、て言うんですか誤算だったの日本警察のですよ。 と思います。で、他にね、あるとすれば、これあんまりこう、今だから言えんでしょうかいろんなドラマとか映画とかね、いろんな本にも載ってますけど、あのー、言っちゃうと、あのー、説明できないですよ。説明できないですけど、やっぱり日本警察っていう部分の当時の闇の部分ですよね。本当に。だってあのモンタージュ、あの、今映りますかあれなんて意味ないでしょ。これ。だって有名ですけど、少年 S に似ているという理由だけで、 制作されております <laughs> これでしかもこのモンタージュの人って1年前に死んでたんですよ当時もうモンタージュ作られた1年前に亡くなってた方の顔を使ってるんですよ意味わからんでしょだから逆にこう訂正しできないからこう未だになんかあの3億円事件の犯人ってあの人って思ってる人結構いると思うんですよだからあれ関係ないですからね もう犯人の、あのー、実写と思い込んで事件を混乱させてるだけなんですよあれもうもう実際そのモンタージュっていうのがもう誤解を生む要因になってるとわざわざねごちゃごちゃにやってるようにしか見えないんですよそれはまあ逆に今言えないんでしょうけど後であのー、これあのー、今更もうこれなんだけどただね警察言ってますよねこのモンタージュに似てなくてもいいから情報くれみたいに言ってるんですよ似てなくてもいいって今更みたいな。<laughs> <laughs> だからあれどうなんでしょう現金輸送車の後ろに乗ってたその銀行員の4名ですねまあ亡くなられたその5日後に亡くなられた少年 S の遺体に立ち会ってるんですねただまあよく似ているとそっくりだみたいな証言をしてからどんどん変わっていくわけなんですねいや実は覚えてねえんだよとかいやこんな彼女とは違うんじゃないみたいなのがまあ、全ての要因なんですよね。あの ま、今更弾けないだろ、お前みたいな <laughs>。似てるって言ったじゃないか、みたいな <laughs>。モンタージュ作っちゃったよ、みたいなね <laughs>。感じだけど、ただ分からんかな。俺ね、もしその銀行員だったら、もう本当に関係者の人すいません。俺多分乗ってたら気づくぜああ。あの、あ、れもう、みたいな。いや、顔まではね、覆ってたらね、マスクで覆ってたら分かんないけど、俺そういう人の特徴見るの得意なのよ。もみあげこうだったのかさ、ほくろあるぜ、とかさ <laughs>。 ってね、ましてやね、今や、あのー、実行犯女だったんじゃねえかとか、イヤリング持ってたし、みたいな。ただ、あの、イヤリングって別に第4ゲームの窃盗の車にの落ちてただけで、だ女か男ぐらいわかるでしょ。そう考えたってわかんじゃんよ。に体的なこととかさ、に動きとかでさ、そんぐらいその人間観察っていうのはできなきゃいけないんじゃないのって僕は思いますけどもね。なんか、なんで。<laughs> 難しい話なんですけど、ね、まあただまあこの日本大日本帝国ですかこの優秀と言われるこの日本警察がですね11万人ですよ捜査にあの駆り出されたあの刑事警察関係者それを煙に巻くっていうねまあこのねこの巨大なこの事件がなんか知られてはいけない何かがあるんでしょうかねまあそれはちょっと分かんないですよ。あただね一個言えるのはもう一生 一生です。もう地球が滅びても、この事,事実は明かされない事件なんで。ただね、あの、冒頭で言いましたけど、前編の。あの、決して犯罪を僕は、あの、肯定してるわけじゃないですからね。これは犯罪ですから、やっちゃダメなことです。なそういう人の人生とかに、こう、悪影響を確実に、あの、及ぼしてる事件でございますから。ね。こう、犯罪ですので、それだけは言わせてもらいたいと思います。えー、まあね、なんかもし、 あのー、興味のある方ですねぜ、ぜひおすすめの本がございまして、この市橋文也さんっていう人が書いたです3億円事件って、これがね、今まで僕読んだ中では一番確信得てんじゃないかなと思います。で、この本が出てから、書籍が出てから、ちょっとそっちに寄ってるんですよね、その、なんていうんですか、その後と出た本とかも。 感じがあるので、この市橋さんという人は、そういう未解決事件だとか、そういうのを主に調査して、も書かれている、あのー、方なので、ぜひお勧すすめしたいと思いますので、ぜひ気になる方は、市橋文也町3億円事件を読んでみてください。それでは、今回はこの辺で、また次回。バイバイ